黄泉の国と通じる熊野。熊野は日本を代表する聖地です。2004年に熊野古道が世界遺産に登録され、日本屈指のパワースポットとして有名です。この地は日本書紀によると、国生みの際、火傷で亡くなったイザナミが葬られた地であり、スサノオが冥界に赴く前に立ち寄った場所だったことから、あの世とこの世の境、つまり日本神話では、熊野は黄泉の国の入り口だと考えられています。黄泉の国とは死者がいる世界、現世とは別の死後の世界のようなものです。いわば異界です。つまり古代人にとって熊野はこの世と異界との混沌とした境目である土地だったのです。そんな熊野は古くから日本人に信仰されてきた聖域で、平安時代中頃から鎌倉時代にかけて歴代の上皇が足しげく通ったことでも知られています。その数は延べ約100回とも言われています。長く険しい道のりを徒歩で行くしかなかった時代に、この数は驚くべき数字なのです。中世以降になると、熊野の信仰は庶民の間にも広がり、伊勢7度、熊野3度と言われるほどでした。では、なぜ熊野は人々の信仰をそんなにも集めたのでしょうか。また、歴代上皇はなぜ足しげく熊野を行したのでしょうか。そこで今回のお届けする動画は、黄泉の国の入り口、熊野、歴代上皇たちはなぜ熱心に熊野の神を信仰したのかというテーマのもと、日本を代表する聖域、熊野に秘められた秘密に迫っていきます。それでは始めましょう。熊野信仰。皆さんは熊野信仰をご存知ですか？熊野は古くから人々の熱い信仰に支えられた聖域で、伊勢7度、熊野3度と言われているほどです。本宮の地に神が祀られたのはおよそ2000年前、第10代崇神天皇の世と言われています。熊野詣が盛んだったのが平安時代中期から鎌倉時代にかけてと伝えられており、907年の歌法王以来、法王上皇の熊野五行が始まり、回数で言うと、白川上皇の9度、鳥羽上皇21度、後白川上皇34度、後鳥羽上皇の28度と多くを数え、1281年3月、亀山上皇の五行をもって終結を告げています。江戸時代に入り、1619年、紀州藩主徳川頼信が熊野三山の復興に力を入れて、再び有野熊野詣の最盛期を迎えることができたと言われています。身分や階級を問わず、多くの人々が熊野に憧れを抱き、救いを求め、蘇りを願って異郷の地とも思える、この山深い地を目指したのでした。先人たちが険しく厳しい旅をしてまで、この熊野の地へ詣で出る理由、そして熊野の魅力とは一体何だったのでしょうか。熊野信仰の魅力。昔の熊野詣では南行苦行の連続であり、苦行の果てに自らが悟りと不思議な力を知り得たと言われています。また、熊野の自然は四季の変化に富み、その山などのコントラストは実に美しく、水は清く、各所に湧き出す温泉もあり、この地にたどり着いた人々は、この世の極楽浄土を見た思いだったと想像がつきます。地の果てとも言われる熊野三山が熱狂的な信仰を集めた要因の一つである、熊野権現は神仏一体であり、貴族男女の隔てなく、上、不上を問わず、何人も受け入れたと言われています。人は絶望の淵から再生を念じて、熊野を目指したのです。中世の人々の心をかき立てた熊野は、実に不思議な地という位置づけなのでした。人生よみがえりの熊野詣。自然信仰を原点に神社神道へと展開していく熊野信仰は、6世紀に仏教が伝わると早くから神仏習合が進み、熊野権現信仰が全国に広まっていきます。ちなみに権現とは仏がかりの姿を変え、衆生を救うために現れるという意味で、
過去、現在、未来を救済する霊場として、熊野は広く人々に受け入れられていきます。さらに、強者、弱者、地位や善悪、真、不信を問わず、分け隔てなく救ってくれる神仏として、崇敬され、人々は南行を覚悟で、熊野を目指し、蟻の熊野詣でのことわざも生まれました。熊野古道は、滅罪と救いを求めて、南行を続ける人々がつけた、命の道です。険しい山道を越えて、やっとの思いで、法然にたどり着いた人々の目には、涙でいっぱいになったといいます。そして、熊野の神にお仕えする私たちの祖先派、たとえ、参詣者のわらじが、雨で濡れていても、そのまま暖かく、拝殿に迎え入れました。これを、濡れわら靴の入道と呼び、熊野早玉大社の社訓になっています。純粋な感激の涙で、心が洗われ、自分本来の姿を取り戻す旅となっていたのでしょう。そういう意味では、熊野は生きる力を、もう一度受け取りに来るところなのです。この命がけの旅は、私たちが生まれた時に持っていたはずの、純真な心と姿を取り戻す試練の旅でもあったのでしょう。南行苦行の果てにあるもの、それは迷わず人生の再出発を踏み出すための勇気と覚悟の加護に他なりません。熊野早玉大社が、蘇りの地と言われる本意は、まさにここにあるのです。歴代有名武将も信仰。熊野大社に伝わる一三古今日記に直江兼次の造営の棟札と伊達政宗の棟札が並べて書き上げられています。歴史の本流の中で対立したこの二人の武将が熊野大社の歴史に登場するのは不思議な縁と言うべきでしょう。なお、熊野大社には伊達政宗の安堵状が残されているそうです。深い自然の中に見出した信仰。熊野は古代より神々が隠れこもる聖域とされてきました。自然崇拝に根ざした神道と後に伝わった仏教が共存し、様々な信仰形態を育んだ神仏の霊場です。熊野とはもともと熊のところという語源から発していると言われています。地理的には京や奈良の近くにありながらも、その間には3600峰とも言われる山々が立ち塞がっていて、異界の象徴ともされる死者の住む国とされてきたのです。11世紀頃から阿弥陀仏を唱えれば極楽浄土に行けるという浄土信仰が広がり、熊野詣がブームになりました。平安後期から鎌倉前期にかけては、上皇たちが競うように熊野五行に勤しみ、後白河法皇はなんと34回も参詣したと言われています。実に京から往復するには約1ヶ月もかかります。それなのに、出発の数日前から水掘りを行い、一切の生草を断って苦行の旅に出かけるのです。馬に乗っては苦行にならないため、上皇といえども徒歩で参詣するのが習わしだったといいます。イザナミの御所と伝えられる岩壁。イザナミの御事は、夫のイザナギの御事と力を合わせ、日本の国土を生み、数々の神々を生んだ日本及び世界の母のような神様です。そのイザナミの墓所と伝えられる場所が三重県熊野市有馬町にあります。花の岩屋と呼ばれる高さ70メートル、幅80メートルに及ぶ岩壁です。日本書紀には一書に曰くとして次のようなことが書かれています。イザナミの御事は火の神を生むときに陰部に大やけどを負って死んでしまう。その遺体は紀伊の国の熊野の有馬村に葬られた。村人はこの神の魂を祀るのに、花の時は花を持って祀り、鼓、笛、半旗を持って歌ったり舞ったりして祀った。つまり熊野市有馬町にある岩壁がイザナミの墓所だとされており、また、その傍らにある岩は、妻、イザナミの死に逆上した、夫、イザナギに、生後間もなく切り殺された、火の神、カグ土の墓だとされています。最後に、こうして熊野信仰は、長い歴史の中で、数多くの逸話を残し、熊野は、蘇りの地と信じられていました。
熊野駅、黄泉の国へ足を踏み入れ、一度死ぬことで魂が清められ、そして再び熊野から外の世界に出ることで復活し、新たに再生を果たすという思想があったのです。一度死に、そして生まれ変わる、この思想は古来より世界中の民族や宗教で行われています。死と再生の儀式は世界共通と言ってもいいくらいに、人類が古代より大切にしてきたイニシエーションの一つなのです。自然界は常に死と再生を繰り返しています。古代の人々はそんな自然界の様子を観察し、生命の真理に気づいたのかもしれませんね。そして皆さんが黄泉の国の入り口、熊野、歴代上皇たちはなぜ熱心に熊野の神を信仰したのかを見て、少しでも面白いと思っていただけたらとても嬉しく思います。さらに魅力的な歴史の物語もお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が動画を作る励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。